コウノトリが描かれたオリジナルの航空機が今日豊岡市の田島空港で披露されました。今日就航したのはコウノトリが描かれたオリジナルの航空機です。この航空機は今年5月に就航した ATR 機で、田島地域の PR を目的にこの取り組みを実施。テーマは朝日の中を未来に向け飛翔するコウノトリで、大空を飛び回るコウノトリが描かれています。今日は就航を祝って記念の式典が行われ、台風の影響で時折雨が降る中、エプロンや送迎デッキには多くの航空ファンが詰めかけました。想像したよりも美しいですね。綺麗ですね、はい、ものすごく色が鮮やかで、コウノトリは豊岡市そして田島を、代表する象徴する、鳥ですので、このコウノトリの絵の描かれた、ATR 機が、西日本をずっと飛んでくれることによって豊岡や、そして、田島を、PR してくれればというふうに思っております。また初就航に合わせて田島空の自然教室が開催され、多くの家族連れらでにぎわいました。